はい、今回はコストコでオートミール購入してみました。今回購入したのはロールドオーツということで、こちらの商品購入しています。 4kg 入ってるんですけども、 2kg のパックが2つ入ってるというタイプで、かなり重量感のある感じでこのような箱に入っています。で、後で原材料のところここ出しますけれども、一応フィンランド製造ということになっています。このような感じです。はい、原材料の部分ですけども、こうなっています。オートミール、ロールドオーツ、オーツ麦、フィンランド製造で 4kg の 2kg×2 というふうになっています。はい、こういう感じですね。あと食べ方に関してはここに少し書いていますけれども、材料がロールドオーツ 60g の水 100g で、アレンジでチャーハン、ドリアなどにも使えますよという感じですね。作り方はロールドオーツ全体にかかるように水を加える、電子レンジ 500W で2分温める、箸でほぐして完成というふうになっています。オーバーナイトオーツということで、このような感じでフルーツと組み合わせて食べるのもいいようです。はい、少量ご希望の方はロールドオーツ 30g、 水 50ml、 レンジ1分でも美味しく召し上がりますということです。で、ちなみにですね、今回買ったロールドオーツ、コストコで買ったんですけども、これ4キロで2キロが2つ入っているというタイプと、いつも買ってたのがこれ、ボブズレッドミルで、こっちもロールドオーツというふうに書いてますね。で、このオートミールが 1.6kg なんですけれども、確か値段が1,200〜1,300円ぐらいか、または1500円しないぐらいだったと思います。ちょっと詳細の値段を忘れてしまいましたけども、それぐらいだったと思います。で、こっち側のこのオートミールの方がさらにお得なんですけれども、ちょっと値段どれぐらいか忘れたんですが、1500円から2000円の間ぐらいで購入したと思いました。まあ、どちらにしろこっちが 1.6 でこっち4キロ入ってますので、分量考えるとかなりお得だなということで、ちょっと味見も兼ねてこのロールドオーツ購入という感じです。まあ、私の場合は毎日ヨーグルトに漬け込んでおいて、ちょっとずつ食べるというふうにしているので、食後にスプーン1回2回ぐらいこう大きめのスプーンで取って、それを毎回食べるような感じで、オーツ麦食べるようにしてます。というのもやっぱりこのオーツ麦は、食物繊維豊富ということで、お腹の調子整えるのにもすごくいいなということで、実際に食べてみてお腹の調子もすごくいいなって感じているので、水溶性の食物繊維と、水溶性じゃない食物繊維両方とも入っていて、それが水溶性の食物繊維はなかなか食材からたっぷり取るの難しいと思うんですけれども、これヨーグルトに漬け込んでスプーン何杯か食べるだけでもかなりいいなっていう具合だったので、簡単に食事だけでこう水溶性食物繊維取ってお腹の調子が良くなったということで、これを今続けているところです。まあ、その人によってやっぱりですね、合わないあると思いますけれども、私の場合はこのオーツ麦取ってから、かなりですね、お腹の調子良くなったなって感じてますので、もしお腹の調子あんまり良くないなとか、ガスが溜まるなとか、そういう調子の方はオーツ麦一度試しにしばらく食べてみるのもいいのではないでしょうか。それではこのような感じで今蓋開けてみたんですけども、こんな感じで2袋入っています。はい、こんな感じでかなり大きいのが2袋入っていて、粒の感じは多分このレッドミル、ボブズレッドミルの粒と多分似たような感じかなっていう印象です。はい、後で開けて大きさを比べてみようかなと思うんですけれども、ちなみにこっちのボブズオートミールの方は有機オートミールになっていて、原材料有機全粒オーツ麦というふうになっています。 1.6kg で、原産国はアメリカ、こっちはアメリカ産、こっちはフィンランド製ということで、こっちは有機オートミールではないので、有機のタイプがどうしてもいいって方はちょっと向いてないかもしれませんけれども、この前コストコ行った時はこれが、この私いつも買っているボブズレッドミル、これが売ってなくて、こっちとなんかもう一つ違う種類だったような気するんですよね。なので、まあとりあえず食べたことないこれを購入してみたっていう具合になります。で、袋なんですけど、一応今触ってみたら、上
ハサミでカットしてチャック付きの袋になっているので使いやすいなという具合ですけども、このチャックの具合がこっちに比べると少しなんか細くて弱いなっていう感じがあります。こっちの方がよりしっかりしてて長く何回も開閉してもしっかりできそうだなっていう印象あるので、この辺は丁寧に扱った方がいいかもしれません。はい、こんな感じなんですけど、どうですかね、ちょっと見えますかね。こういう具合でちょっと細めな感じですので、何回も繰り返し開けてこの辺りがビリッと破けたりしたら使いにくくなってしまうので、何回も多分開けると思うんですよね。2キロ入ってるので結構開閉すると思うので、その時に傷めてしまうと他の飲むものに移してしまわないとかいけないとか、あとジップロック移し替えてとかちょっと面倒になると思うので、この辺りの開閉作業はある程度慎重にした方がいいかなという印象があります。はい、まあ、粒の感じですけどもこんな感じでちょっと透けて見えるかなと思うんですけど、こういう具合ですね。それでは大きさ、粒の大きさ比べようと思いまして、以前買ったレッドミル、ボブズレッドミルの方のがこれで、今回買ったロールドオーツこっちになります。で、見た感じはほとんど粒の大きさ一緒ですね。で、薄さもほぼ一緒って感じで、大きさ的には、それほど変わらないなという感じです。で、以前買った別のケロックとか、ちょっと忘れましたけど、なんか売ってるやつ、ニュージーランド製とかのあれに比べると粒は大きめだなという印象があります。はい、ちょっと食べてみたんですけど、そのまま、風味とかはそれほど大差ないなという印象と、あと食べた時の食感、大きさともにですね、似たような感じでそれほど変わらないなという具合でした。そしたらもうちょっとよりズームでこういう具合です。こっちが前回買ったボブズレッドミルの方のものになります。で、次にこちらですね、これが今回のロールドオーツ、こういう具合の粒の違いになります。そしたらこんな感じで、今回ですねコストコで購入したオーツ麦、オートミルですけれども、まあ左側でが今回の購入のものになります。で、右側が前回というふうな感じで、まだ食べてないので食感とか実際にヨーグルトにつけた具合だとまだ分かりませんけれども、まあ多分同じような感じで食べれるなっていう印象で、値段的にもこっちの方がかなり安かったのですごくいいんじゃないかなと思います。うん、ただ右側のこっちのアメリカ産の方は有機ということで、その辺の違いがあるので、まあこっちの方がもしかしたらオーガニック好きな方はやっぱりオーガニックこれぐらいの方がいいのかもしれません。うん、はい、まあ普段から私の場合はヨーグルトにつける、あとはバナナジュース、そのヨーグルトにつけたヨーグルトオートミールでバナナジュース作ったり、あと青汁入れたりという感じで食べています。うん、まあそういう感じでお腹の調子も良くなってきてますので、また、コストコに行って違う種類のオートミール出てきたら、これがなくなってからまた購入してみたいなと思ってます。今回はとりあえずこのロールドオーツ、フィンランドでしたか、そうですね、フィンランド製造のオーツ麦購入してみたので動画撮ってみました。